フェムは日本の音楽グループ。ディリトルらの2名からなるマネキンラップデュオ。名称はファーインストメンションマニキンズの省略系である。2013年より本格的に活動する。2014年デビュー作品アストロボーイ EP をリリースする。同年フェムイサチオンがビルボードのワールドアルバム部門にて第10位にランクイン代表曲。 バックボーイズ・ゲット・マネーは、欧米のティーンを中心にスマッシュヒット。ガールズ・アンセムとして、世界中のファッショニスタや、インフルエンサーからの支持を得た。アメリカ本国の、バイス・クリエイターズや、イギリス本国の、デイズ・ド・ハフィントン・ポストをはじめ、世界各国の主要メディアから高い評価を得てきた。また、音楽面のみならず、毎回クオリティの高い映像でも、話題をさらい、 2018年はエンターテックアーティストとしても大きく飛躍、ラスベガスで開催される CES をはじめ世界的なテック系イベントに数多く出演を果たした。これまでにアメリカ、イギリス、イタリア、スイス、デンマーク、ドイツなどから招聘され、海外の大型フェスティバルにも出演。戦闘型マネキン、ミリタリー系などかっこいいファッションを好み、音楽はラップが好き。 格闘技全般を得意としており、いつでもクールでも応じしないが、時々オーバーヒートしてしまう。ライブやイベント中に動きが止まってしまい、ルラに直してもらったことがある。キリッとしたシャープな顔立ちでクールビューティーな印象。アイコニックなスタイルはキルザ・ DJ で着ているミリタリースーツ。担当エージェントはハニー・ビー。ハウスキーパー型マネキン。優しい性格。 女の子らしいファッションを好み、音楽はバラードが好き。リリーに守られることが多いが、戦闘型のリリーは激しい動きが多くて、壊れやすいため、ルラがそれを直してあげる。丸く大きい目が、特徴的で、ガーリーな印象がある。アイコニックなスタイルは、パーティーオールナイトできている、ナース服。担当エージェントは、W トラブル。ファムインは、フェムと4人組ダンス&。 ボーカルグループ、フェイキー、シンガー・ソングライターの、ヤップ・インからなる、ガールズ・ユニティ。いずれのアーティストも、映像作品が、国内外の有力メディアから高い評価を得ており、楽曲だけでなくその、ビジュアライズと共に存在感を強めている。2016年に活動を開始し、EP、ファム・インをリリース。続いての楽曲、アニムス・イギリスの人気カルチャーメディア、デイズドから。 デイズ・ド・プルミエールとして、メガボルトを発表。いずれも、楽曲のスタイルは、科学トラップという新ジャンルで、古典的な日本語のラップを用いるなどして、個性的なメッセージを発信。渋谷区観光大使、パフォーマンスアンバサダーに就任。B リーグサンロッカーズ渋谷ハーフタイムショー、渋谷イルミネーション点灯式など、渋谷を中心に、様々な活動をしている。 アミアや、ウナ、フェムラによる今の東京を世界に発信していく、プロジェクト、東京ポップ。2016年より、原宿、かわいいモスターカフェにて、レジデントイベントを開催。ラフォーレフノや、神戸港祭りなど、多数のイベントで共演。LOL、LOL、カジヒトミ、フェム、ベイバリー、ヤップイン、フェイキーというエイベックス所属の新世代アーティストたちが、 参加する企画。90年代にリリースされたエイベックスを代表するアーティストたちのオリジナルヒット曲を新世代のアーティストたちが時空を超えてリバイバルするというもの。A Nation 2018 Supported by DTB&DTB チャンネルの大阪、東京の合計4ステージでパフォーマンスし、コンピレーションアルバム 90S&New Revival を2018年8月15日に 配信。フェムは、キャンディーガール、カジヒトミフィーチャリングフェムに参加している。2018年のニューリバイバルで始まったリバイバルキャンペーンの第2弾。メンバーは、ベイバリー、フェイキー、フェム、LOL、LOL、ヤップイン、安西カレン。テレビ朝日系土曜ナイトドラマ、MI すべき人がいての挿入歌として、ン、ティ T ストップディスを発表。また、 リバイバルアルバム、エーベックスリバイバルトラックスを発売。フェムは、瞳の、キャンディーガールをリバイバルした。EP シングルアルバムシングル。ありがとうございます。